どこまで潜れるのかな。よっ。僕はどこまで潜れるのかな。よっ。僕はどこまで潜れるのかな。僕はどこまで潜れるのか。
アビスにいるなんて夢みたいだ。 僕はどこ。 まで潜れるのかな。 どこまで潜れるのかな。
アビスにいるなんて夢みたいだ。ワクワクすることが大好きなんだ。どこまで潜れるのかな。どうやら目標任務を達成できたようだな。このまま順調に成長すれば二人ともそろそろ青笛に手が届きそうだが、お前たちはまだまだ未熟だということを自覚しておけ。探掘に慣れたと思う時ほど致命的な事態に陥ることがある。わかったか。はい、覚えておきますリーダー。今回は結構うまく任務をこなせたよね。でもリーダーって厳しいことしか言わないと思わない？実は今の僕の目標はリーダーからすごいって褒めてもらうことなんだ。だから次はもっと厳しい任務に挑んでみるよ。お互い頑張ろうね。おやすみ。もう憧れに思いを馳せるだけじゃない。ベッドで読んだ物語と同じ世界に僕は生きてるんだ。この孤児院に来て君と出会えて本当によかった。これからもずっと仲良くして、そして白笛になって僕たちは。
今年も誕生記念祭の時期が来たな。やったぜ、今年もうまいもんが食えるぞ。楽しみだな、キウイ。わーい、おいしいもの食べたい。誕生記念祭って何ですか？そういえば、お前たちは初めてだったか。誕生記念祭は、うちの孤児院で毎年開いている催しだ。子供たちの誕生日を祝うためのな。本来は月ごとにやった方がいいのだろうが、ここには自分の誕生日を知らない者も少なくない。だからこうして年に一回誕生日を祝う日を設けている。へえ、そうなんですか。いつもは食えないうまいもんがたくさん出るんだぜ。まあ、その素材を自分たちで取りに行かないといけないんだけどね。そういうことだ。お前たちにも素材を取りに行ってもらう。ナット、シギーは柔らかい肉と魚の身を取ってこい。お前はこれだ。リーダー、私とティアレは？お前とティアレは会場の準備だ。はい、わかりました。ねえ、楽しみだね、誕生記念祭。会場の準備は任せて、しっかり素材を取ってきてね。どうした？今年もまた炭窟家だった夫の命日が近づいてまいりました。毎年お願いしていることですが、風乗りの風車がよく見える場所に遺物を備えてきてください。あそこで夫は命を落としました。あの人の好きだった遺物を備えればきっと喜んでくれるはずです。どうかよろしくお願いいたします。何のご用でしょうか。それでは。なあ君、観光客向け、君は。なるほど、ごちそうさま、ありがとう。いらっしゃい。毎度あり、毎度あり。これでいいか？また寄ってくれ。
ありがとうございました。ありがとうございました。これでいいかな。ありI'm sorry.
もうその依頼の季節か。異物を備えてくる依頼をこなしてきたのか。その依頼人はよほど旦那さんのことを思っていたのだろう。毎年毎年もう20年近く続いていると聞いた。
それでは報酬を渡そう。ようこそいらっしゃいました。またのご用をお待ちしてます。帰ってきたか。もう集まったようだな。誕生記念祭はもう少ししたら始まる。それまでは自分の部屋で休んでていい。用意ができたよ。早く会場に行こう。今日は年に一回の誕生記念祭。年を一つ取るんだから、あんたたちが去年より稼ぐことを期待して開く祭りだからね。明日からの探掘に備えて、しっかりと英気を養うんだよ。ただし、羽目を外しすぎないように。言いつけを守れなかったらどうなるかは分かっているね。じゃあ、あとは任せたよ。はい、院長。それでは、みんな、始めてくれ。よっしゃ、乾杯。乾杯。うめえな、これ。1年ぶりの味だよ。去年も同じこと言ってたよ、ナット。超美味しい。私、絶対来年も参加する。1年間生き延びて。こんなの、食べたことがないや。うまうま。そういえば、なんでこの時期に誕生記念祭をやるのかな。理由を知ってる？ああ、それはね、白笛殲滅鏡ライザさんの誕生日がこの月にあるからだよ。へえ、そうなんですね。さすがはシギー先輩、物知りです。あ、でも殲滅鏡とうちの孤児院、何の関係があるんですか？実はライザさんはこのベルチェロ孤児院の出身なんだよ。それでライザさんの誕生日と同じ月に誕生記念祭をするようになったんだって。知らなかった。だからリコ先輩もこの孤児院で暮らしてたんですね。なんだか殲滅鏡に一気に親近感が湧いてきました。それからライザさんはリーダーの師匠でもあったんだよ。いろいろとライザさんに縁がある孤児院ってことだね。一方、その頃。お前、その瓶詰め焼いたの食わねえのか？じゃあ俺が食ってやるよ。あー、やっぱうめえなこれ。俺好きなんだよね。そういえば、これが出た時よくリコと取り合いしてたな。
あ、ティアレもまだ食べてねえな。もらいに行こうっと。あ、人の瓶詰め勝手に食べないでくださいよ。くぅ、最高にうまいぜ。こうして夜は更けていった。しかし人の料理にまで手を出したナットが裸釣りにされたのは言うまでもないことだった。やお前か。ちょうどいい機会だ。しばらく俺も探掘に同行する。お前たちがアビスでちゃんとやれているのかを俺自身の目でよく確かめるためだ。そんな顔をするな。想像してみろ。こっそり後をつけられるよりずっとマシだろ。俺の方から何かを言うことはない。お前は好きなように探掘をしていればいい。さあ行くぞ。こんにちは。今ちょうど急ぎの依頼があるのですが、引き受けてもらえませんか？深海一層にある大ゴンドラを知っていますか？実はちょっと壊れてしまって動かない状態なんですよ。それで修理のために探掘家たちが大ゴンドラに向かったのですが、修理に必要な部品が足りてなかったようなんです。大至急この部品を大ゴンドラに届けてください。よろしくお願いします。いらっしゃい。またよ。いらっしゃい。おや、小さなお客さんたちじゃないかい。こんにちは、ラフィーさん。頼まれていた荷物持ってきましたよ。あら、ありがとう。じゃあそこに置いといてもらおうかね。はい。それにしてもこんなにたくさんの注文、何かあるんですか？今度この店の開店10周年記念をやろうと思ってね。あんたたちも食べに来な。サービスしてあげる。本当ですか？やったぜ。それでね、何かいつもは作っていない料理を限定品として出したいんだよ。ただこれというものが思い浮かばなくてね。そうですね。例えばいろいろな香辛料を使った燻製なんかはどうですか？香辛料の香りを楽しむこともできますし、保存できる期間も長くなりますよ。なるほど、燻製。そうね、そうしようかしら。いろいろな香辛料を使って作れば香辛料の試食にもなるし、売り上げも上がるかもしれないわね。じゃあ次は何を燻製にするかだな。ラフィーさんは燻製をやったことがあるんですか？昔少しやったことはあるけど、どうしようかしらね。
そういえばリコが魚の内臓を燻製にするのを見たことがあるぜ。あれは保存食にするって意味合いが強いけど、そういうのもありだとは思うね。そうね、魚の内臓なら比較的数も揃えやすいわね。じゃあそうしましょうか。でも今から仕入れをしていたら開店記念には間に合わないわね。どうしましょう。え？取りに行ってくれるの？でもまだお仕事が残ってるんじゃ。大丈夫ですよ、あとは俺らだけでも問題ないですからな、シギ。うん、残りの仕事は僕たちだけで大丈夫だから、食材の調達は君に任せたよ。悪いわね、巻き込んじゃって。でも助かるわ。よろしくね。なあ君、ちょっと頼みがある。観光客向けではなく、探掘家にしか食べられないような料理を口にしてみたいんだ。君は…そうか、残念だ。いらっしゃい。毎度あり。毎度あり。毎度あり。また寄ってくれ。いらっしゃいませ。これでいいかな。ありがとうございました。ありがとうございました。